はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います1日1冊読書家のマルスですこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をご紹介していますでこれまでに450冊以上の本をこちらのチャンネルでレビューをしてきましたで、普段はビジネス書とか、えー、心理学についての本また英語学習についての本なんかをご紹介することが多いです でその他のジャンルについてはチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧くださいまたこの動画の説明欄にもリンクが貼ってありますで今日ご紹介する本はこちらの日本人のためのお金の増やし方大全と いうタイトルの本ですですまあ内容はですねタイトルの通りなんですけれども、まあ、お金にフォーカスをして、まあ、それをどのように増やしていくかというタイトルの本になっていますであ内容の本ですね。でも、えっともとこの本はあの海外で書かれている本なんですけれどもまあ日本人向けに書き直されているということで、えー、まああの細かい点についてもあのそんなに違和感なくあの日本人が読んでもあの日本の法制度とか、えー、とまあ合致した内容になっていたと思います。 でえー、とまず最初にです、ね、あの簡単に全体の構成がどうなっているかということをお話をすると、まあ、あの基本的にはです、ね、前書きから、まあ、第1章、2章あたりまでの,、まあ、あの序盤はです、ねあのまあ、どのようにするとそもそもお金というものは増えるのかそしてどうやって減っていくのかということを、まあ、あの比較的丁寧に説明をしているという内容になっています。 で一部ですね、そのまあ投資の利率がえっとなんか10%で見積もられていて、まああの個人的な感覚としては10%もなかなか伸びていかないと思うんですけど、まあちょっとその利率が高めに見積もってあって計算がこう楽観的だなとか、まあそういうことはあるんですけれども、まあ基本的な考え方として、まあ複利の考え方であったりとか、えー、まああのなるべく早く始めた方がお金が貯まりますよということをまああの丁寧に説明しています。でその後はですね、えっ、ー、とまあマネーツリー・フォーミュラというふうにこの本の中で言われて てるんですけれどもえっ、ー、とまあ その前半でですねそのどのようにお金が出ていくかということと、えーまあ、どのようにお金が入ってくるかということを簡単に説明した後にあとが重要ですよということを説明しますでこの絵ではあのここに今絵を示しているんですけども山から、えー、池に、まあ、水が注いでくるとでその水が注いでくるっていうのが、まあ、収入があるっていう状態なんですけど、まあ、そのふしゅ複数の収入源複数の川から、まあ、水が入ってくる よううにしましまょうとでそれによって池に水を早くためることができますという説明とまあその池に溜まった水を、まあ、さらに下流の池に、えー、まあこう流していくんですけど、まあ、その時にどれぐらいの比率でまあ、例えば投資に使うべきなのかまた自分の必要な生活に充てるべきなのかでまたその投資に充てるっていうのも、まあ、リスクの高いものとそうでないものとか、えー、まあどれぐらいの割合で分けたいのかとかまあそういった、えー、説明がなされてます。 で、あの、まあ、このチャンネルではですね、いくつかそのお金についての本なんかをご紹介してきていますけれども。えっと、まあ、その他の本でも同じようなことは、まあ、学べると思います。で、まあ、この本では、まあ、あくまでこのあたりの、まあ、比率については、あんまり細かく言わずにですね。まあ、とにかく収入の収入源を、まあ、複数持つということが重要ですよというところが、まあ。あの、主眼だったかなと思います。で、面白かったのは、その複数の収入源を得る方法について、まあ、もちろん複数のその。 どんな種類の収入源があるかというのを説明しているんですけども、まあ、株式とか不動産情報ビジネスインターネットパーソナルフランチャイズライセンシング とかですねでまあ、後半にはちょっとそれどうバランスするかみたいな話もまあ書いてあるんですけども、えー、ともう面白かったのは個人的に不動産とあとライセンシングかなですねまあ、株とかですねその情報ビジネスとか、えー、まあインターネットとかその辺りは他の本でもよく書かれてるんですけども不動産についてはですねこの本では、えー、頭金なしで不動産を入手しましょうと。でそれによって えー、まあそのキャッシュフローを最小化しながら、えー、利益を取っていく方法っていうのを、まあ、説明してます。でちょっと私今の時点でですね不動産にすごく強い興味があるわけではなかったので少し読み飛ばしてしまったので、えー、細かい内容についてはちょっと割愛をするんですけれどもまあ、あのー、例えば知人にこう聞き回る方法であったりとか、えー、まあ そういった情報を持っているような、えー、低抵流れの物件をまあ、こう何て言うのかな？見つけてくるような手段とか、その辺具体的に書いてあったと思います。あのー、発想としてそもそもユニークだなと思ったので、今ちょっとご紹介しました。で、あと、ライセンシングに関してはですね。まあ、特許の話とかが書いてありました。で、結構このお金に関しての本っていうのは、まああのごく一般的なテーマですので。 あのなかなかそういう特許っていうところまで発想が至っている本ってないと思うんですけれどもこの本ではその、まあ、特許を書くことによって、えー、まあ、ライセンス費を得るというようなことも、えー、一つの,その章を割いて説明されてましたまあ、その辺はユニークだなと思います。ののでででアアメメリリカカ本だと思ううんすすけどそうですねあのアメリカ で書かれてる本なんでやっぱりその辺はですね。あの、アメリカはまあ,あの個人でもそういう特許を書いて大企業に売るとか。まあそういうなんていうかな。マインドセットがあるんで、まあ、その辺はやっぱりさすがアメリカのえー、まあ本だなということをまあ感じながら読んでいました。で、えっ、ー、とまあ、ちょっと全体の感想としてはですね。あのお金について、まあ,あの全く理解し。し してないというかそのままあ、っくこれまでその勉強しようとも思ったことがないというような人はあの時間をかけてゆっくり読むと非常に広い範囲にわたってまあそして世の中どういう風にお金が回っているのかということについてあの理解するのに,にはいいと思いますただあのもう少し踏み込んでですねそのお金を具体的に増やそうとしている人とかにとってはまぁ、あ、ちょっとさっき言った利率の計算がまぁ少し甘めであったりとかあとはその個別具体的な制度 についてはあの発想自体はあの書かれてるんですけれども、まあ、詳しいその具体的な方法についてはあの書かれてない、まあ、少し軽めに書いてあるなという印象でしたので、まあ、その辺は少しあの理解して読むといいかと思います。で、まあ、私がこれまでそのお金の本で読んできた、まあ、例えば、えー、毎月5000円で自動的にお金が増える方法とか、まあ、329回で紹介してる本なんですけど、まあ、その本とか 「えーまあ、お金は寝、ね、かせて増やしなさい」っていう本、まあ、これも328回ですねこの辺りで紹介している本であったりとかあとはですね、えー、とおすすめというか、まあ、一番あの面白かったなと思った本は井、えーまあ、出口さんの「働く君に教えたいお金の共有」とかですね、まあ、その辺の本をまあ読んでみると、えーまあ、この本で言っていることが もう少し、あのー、広い概念でというかあの理解できるんじゃないかなと思います。かまああのもしよろしければ合わせて、えー、セットで読んでみられるといいんじゃないかなと思います。はい、ちょっとあの後半だ,あのだらだらとお話をしましたけれども今日は以上になります、えー。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方を、えー、いただけますと励みになります。でまた何かあのコメントとかですね、こういうふうに、えーまあ、こういう本、 読んでほしいとか、まあそういうあのおすすめというかリクエストがありましたら、えー、コメントいただけると嬉しいです。今日は以上です。